サイレントセイレーンは日本のガールズバンド。略称はサイサイ。所属事務所はプラチナムピクセル。レーベルは EMI レコーズ。吉田スミレ、山内アイナ、黒坂ユカ子からなる3人組ガールズバンド。2010年夏にファッション雑誌で活躍中の読者モデルたちを中心に結成され、2012年2月8日にアルバム、サイサイでデビュー。同年3月には、 東京ガールズコレクションのオープニングアクトに抜擢され注目を集める。同年11月にシングル、スイートポップで、ドリームミュージックからメジャーデビュー。2021年9月25日、キララリベンジ、再最10歳歳をもって、梅村雛子が脱退し、現メンバー構成となる。2010年夏、雑誌、キューティで、読者モデルをしていた吉田と梅村が、 ジューフィートの楽曲、リバーをきっかけに、意気統合、お互いに、バンド経験者だったことや、音楽の趣味が合うと分かり、バンドをやろうという話に、その後、梅村とバイト先が同じだった山内と、寒川を誘い結成された。事務所に所属しているアーティストが集められたという、感じではなく、純粋にメンバーたちの趣味として始まったバンドである。 バンド名は渋谷の焼き鳥屋さんで、数がサイレントサイレントってなんで一文字しか変わらないのに意味が逆なのと何気なく言ったことから発案され、4人の気持ちを伝える無音の警告という意味で付けられた。元メンバーで結成当初から曲作りに関わっているサウンドプロデューサーの久保直樹が曲のワンコーラスを先に作り、それを聞いたメンバーが歌詞を書くという、 いわゆる曲先が9割である。誰がどの曲の歌詞を書くかはだいたい決まっているが、時々共同で書くこともある。吉田すみれ、ボーカルギター担当。1992年12月28日、福島県生まれ。血液型は O 型。身長161センチメートル。相性は数。 来歴中学校の修学旅行の際にスカウトされ、高校2年生の後半に上京した。雑誌、キューティーなどで読者モデルとして活躍。姉が2人、10歳以上年上の兄がいる。音楽を始めたきっかけは、ピアノとバンドをやっていた姉の影響である。ピアノを弾く、姉の姿に憧れ、小学校の時は4年間ピアノを習う。中学校に入ると、バンドに興味を持ち。 二年生の時に初めて自身のお小遣いで1万円のアコースティックギターのセットを買った。その後、高校一年生の時に同級生と初めてガールズバンドを組み、アニメ、低音の楽曲、マキシマムザホルモン、ハイ、スタンダード、557188など幅広くカバーしていた。人物音楽のルーツは、兄と姉の影響が大きく、小さい頃から、 ザブルーハーツを聴いて育った。初めてギターでコピーしたのもザブルーハーツのリンダリンダと終わらない歌でバンドでもコピーしていた。自身が初めて購入した CD はシーナリンゴの本能でそこからバンドが好きになりメロコアやパンクを聴くようになった。好きなバンドはジュー、ピーとエージアンカンフージェネレーション、ワンオクロック、ホエアズ、アンディなど。 使用機材楽曲提供、山内愛菜ベース担当、1988年7月3日、神奈川県生まれ、血液型は A 型、身長156センチメートル、愛称はアイニャン、3人兄弟の長女、妹は六花ジャポニカの内山アミ、大陸ビ美林大学卒業、2008年、 ミス・オービリン・コンテストでグランプリを受賞。雑誌、ミーナで、読者モデルを務める。リミテッドブランド、アイネーバイ・コンネコットをプロデュース。音楽を始めたきっかけは2歳上の兄のライブを見に、行った時に、ベースかっこいいな、と思ったから。学生の頃、葉緑体というバンドを組み、Go-Go 7188やシーナ・リンゴの曲を、コピーしていた。 学園祭でライブを行ったこともある。高校2年生の頃、バイト先で知り合った一歳下の友達と一緒にバンドを組むことになり、そこから地元の友人などを集めて、男女10人ほどのバンドサークルを作って、大学3年くらいまで続けた。バンドメンバーは固定ではなく、その時々でサークル内のチャットモンチーやシーナリンゴ好きなメンバーを集めて、ガールズバンドを組むなどしていた。 2021年5月4日、新型コロナウイルス感染を公表。5月11日、ホテル療養を終える。人物最も影響を受け、尊敬しているアーティストは愛子で、学生の頃ファンになって、バンドでもコピーしていた。好きなバンドは、アセットマン、ラットウィンプス、チャットモンチー、シーナリンゴ、ゴーゴー7188、アルカラなど。 使用機材楽曲提供書籍絵本、黒坂ゆか子。シンセサイザーキーボード担当。1989年6月6日、埼玉県生まれ。血液型は B 型。身長、153センチメートル。相性はゆかるん。2012年9月13日加入が正式発表。大歴大妻女子大学卒業。雑誌、レイで読者モデルを務める。 日本テレビ ZIP のレギュラーを2011年4月から2013年3月まで務めた。現在は ZIP ファミリーとして活動中。バンドとして活動するのはサイレントセイレンが初めてである。小学校低学年の頃にピアノを習っていた。学生時代はずっとクラブチームで新体操をやっていた。バンド加入前は桃色クローバー Z など、 J-POP やアイドルばかりを聴いていたと話し、バンドの曲は加入してから聴くようになった。東京、NHK ホールで行われた全国ツアー、サイレントセイレンライブツアー2015スプリング、サマーサイレン VS サイレント追加公演で、ゲームコーナーで再開となったため、罰ゲームで同事務所のアイドルグループパスポに、1日限定加入、することが決定。世界最大級のアイドルフェス、 東京アイドルフェスティバルのステージで8月2日にお披露目された。2020年オリジナルファッションブランドジュールデミュゲを立ち上げる。2021年8月25日新型コロナウイルス感染を公表。人物2016年9月23日トリ AA とスカイハイで活動している日高光景との熱愛が報じられた。2012年に スカイハイの楽曲のメガボルトでの共演がきっかけとなり、交際に至った。日高とは反動性状態とされ、プライベートのことは本人に任せておりますと双方の事務所はコメントし、肯定も否定もしていない。使用機材ロラン製のジュノ D を使用していたが、2016年の全国ツアーより後継機に当たるジュノ DS をメイン機材としている。 出演テレビ梅村ひなこ梅村ひなこ。ドラムス担当1991年3月13日、東京都生まれ。血液型は A 型。身長164センチメートル。相性は避難中。大歴中央大,大学杉並高等学校を経て、中央大学文学部人文社会学科社会、情報学専攻卒業。2011年には、 ミス中央大学コンテストにエントリーし、ファイナリストまで残った。兵庫県に引っ越した後、インドネシアに移り住み、同国で中学時代を過ごした。そのため、インドネシア語を喋ることができる。引っ越しは人生で二十数回経験している。三人兄弟の長女。スカウトがきっかけで芸能界に興味を持つようになり、高校三年生の終わり頃から専属モデルとして、 活動を始める。雑誌、キューティで2013年4月号まで、専属読者モデルを務める。ロカッテマンプロデュースの音楽グループコスメチックスの第二期生としても、活動していた。5歳から15歳まで10年間、毎週習い事として、バイオリンのレッスンを受けていた。ずっと辞めたかったが、親の意向を組んで、中学3年生までは続けると決意していた。 中学生の頃からバンドを組みたいと思うようになっていたがインドネシアではすぐにバンドを組める状況ではなかったためとりあえず何か楽器を始めることにしたバイオリンのこともあり弦楽器ではないドラムを選び中学2年生の時に独学で練習し始めた日本に帰国後軽音楽部のある学校を受験し高校1年生でガールズバンドを組み557188と グリーンデーのコピーをしていたが、軽音楽部が活動停止になってしまった。新しいバンドを組み、ジュディーマリーなどのコピーをしていたが、2年生の秋頃には自然消滅した。その後、大学に入学し、吉田に出会って、再びバンドをすることになるまで、1年ほどドラムに触れていなかった。2013年1月19日に放送された、患者にのしわけ中で、 太鼓の達人に参戦。新人としての参加ながら5曲連続フルコンボを達成した。2020年には、ブシロードによるメディアミックスプロジェクト D4DJ にて交尾等予約を担当し、声優デビューを果たした。2021年9月25日、キララリベンジ、再々10歳々をもってバンドを脱退。人物音楽的ルーツは、ビーズ、サザンオールスターズ、 シーナリンゴ。好きな邦楽バンドは、小学4年生の時に初めてライブに連れて行ってもらったビーズ、インドネシアで過ごした中学時代に邦楽では唯一聴いていたバンプオブチキン、高校時代に友人の影響で聴くようになった横、ケン山ロコフランク、ハイ、スタンダード、ハワイアンロック、ピンクループ、ジューフィートなど、特にバンプオブチキンは、 一番影響を受けたアーティストとして名前を挙げている。また、インドネシアで育った影響で、アブリル・ラビーン、リンキン・パーク、ミューズ、カサビアン、マルーン・ファイブ、グリーン・デー、オアシス、父親が聴いていた、サンタナなどのベーシックな洋楽をずっと聴いていた。J-POP よりはロックが好みと語っている。AKB48 の柏木由紀と交友関係がある。また、 TBS アナウンサーの国山派遷は、高校と大学の同級生にあたる。事前活動ペット看護師資格と、上級ペット看護師資格を所持しており、バンドの売り上げの一部を保護猫団体に寄付するプロジェクト、アマイクを立ち上げた。使用機材、楽曲提供出演テレビネット CMTV、アニメゲームサムカワアヤナマイナスシンセサイザーキーボード、担当、久保直樹ギター担当、 徘徊、2011年6月28日現在。後にパンドラとしてリメイクし藤山ディスコに収録レンズ、忘れたくないよナンバーワンシンドバット、バンドスコアアーティストブックロックフェスティバル。ありがとうございます。